え、止まっとるんですか。いや、今知りました。どうしましょう。ちょっと駅員さんの話聞いてみてって感じですかね。JR 北陸線は滋賀県や福井県の大雨の影響で特急サンダーバードとしらさぎが19本運休しました。午前10時前には運転を再開しましたが、最大で90分以上の遅れが出ました。金沢駅には運休を知らずに訪れた人もいて、駅員に状況を聞いたり払い戻しをしたりする人で混雑しました。一方、北陸新幹線には運休や遅れはなく、大きな荷物を持った家族連れらが次々に乗り込んでいました。東京の家に帰ります。暑かったですけど、海行ったり山行ったりして楽しかった。生まれてからは初めての帰省になります。楽しかったです。JR 西日本金沢支社によりますと、東京方面に向かう北陸新幹線の指定席は昨日の時点で34本中8本が予約で満席になったということです。